どうもこんばんは。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。まあ今日もこれなんですけどね。最近いつも同じですね。じゃない、もう日本酒はちょっとしばらくやめます。今度これ終わったら焼酎です。はい。まあいいや。それでは皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。まあ今日はねこんなものが用意されています。ポテトサラダとね、これなんだっけ、このはんぺんはねポテトたらこはんぺんというねやつなんですけどね。というかね、これポテトがかぶってんですよ。ポテトたらこはんぺんで、要はねポテトサラダとなんかたらこが混ざったようなやつね。これね、たらこかな、明太子かな、まあいいや。それとポテトサラダだからね、やっちまったって感じなんですけど、まあ気にしないと。どっちも美味しいですからね。このポテトサラダはね、1キロ400円ぐらいで売ってるやつです。それとこれがね、これがポテト、なんだっけ、ポテトたらこはんぺんね。これもうめんだ。これが4個で98円だっけかな、4個入りで。とりあえず2個出してきたんですけどね。なんか、今夜中に全部消えてしまいそうな予感がしますけど。どうしようかな。今日はとっとと本題に入りましょう。ちょっと散らかってんの。今日の本題はこちらでございますと。株主優待です。カゴメの株主優待が来ました。よいしょ。ということで、ご紹介していきましょう。とりあえずこれどこまで開けりゃいいんだよくわかんねえな。別にこの箱どうするってもんじゃないんだよね。なんとなく綺麗に開けたくはなるんだけど、開けてもどうってことがないんで。よし。よし、じゃあ行きますよ、行きますよ、行きますよ、行きますよ。パコッと、何入ってる？株主の皆様へってやつですね、はい。なんだって？株主の皆様限定プレゼントキャンペーンなんてありますよ。なんだ、抽選で100名に当たる。よし、じゃあこれ後で出しとこう。で、なんだ、お店では買えない特別、あ、そうだ、これなんかあれだ。なんかこれちょっと美味しいやつですよ。そうそうそう。これ通販で買えというやつですね。買わないんだけどさ。議決権行使？なんだって？いや、それでもこれちょっと違うだろ。株主総会資料が原則ウェブ化されますって。いやいや、まあまあ、それ、これ議決権の話、これ関係ない。議決権行使書は別に来るはずだから違うよね。それとなんだこりゃ。IR 情報で、アンケートのお知らせね。あ、はいはい。まあ、はいはいはい、よし、まあいいや。今回は、なんかでも今回、はいはい、よし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 、こんな感じ、よし。あ、とりあえずこれがまず一品目ですね。株主優待なんだけど、これ、オリジナルノートです、ノート。なんか環境に優しいノートって扱いなんじゃないのかな、ノートですね。これはじゃあここら辺に置いといて、そのうち使いましょう。うっと。カゴメの商品としてはこういう感じですね。あ、ちなみにね、これ2000円分なんですよ。以前はね、1000円分が年に2回だったんだけど、数年前からね、これ2000円分が年1回やってくるようになったんですね。よし。これ、あ、野菜生活。野菜生活のこれ、500じゃない、900ぐらい入ってんのかな。ん？なんで書いてないの？そんなはずないでしょ。僕が見つけられないだけだと思うんだけど、容量がどこにあるんだかわからない。書いてないはずないよ、絶対。そんなはずない。はい、いや、ちょっとめんどくさくなったので、はいと。それから、あ、これね、カゴメ基本のトマトとソースってね、これ便利なやつですね。それから、これは何だろう。豚肉とキムチのトマト煮炒め。こういうのね、まあ、嫌いじゃないんですが、なんだろうね、この、材料買ってこなきゃとかって考えるとね、ちょっとめんどくさくなるんですよね。あ、キャンプの時に作っちゃうかな。それから、あ、これスムージー。これもスムージー。スムージー2つ入ってますね。それから、粒より野菜って、あ、これ美味しいやつですよ。またスムージーだ。ヨーグルトスムージー。そして、
これまろやかソイって豆乳かな。よいしょよいしょ、あと最後2つ。よいしょ、なんか机の上がぐちゃぐちゃになってしまいました。野菜生活とこれ、いやこれも野菜生活か。なんだこれ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 、高知和柑橘ミックス。へえ、すごいね、これなかなかいいじゃないですか。という感じで、よいしょ、本年度2022年度の株主優待品が揃いました。僕は100株しか持ってないね。零細株主なんでね。これ1000株持ってる人はなんかもっといろいろつくんじゃなかったっけかな、忘れちゃったけどね。でかいやつ来るはずです、確か。というふうな、こんな感じです。もう一回いきましょうかね。というかやっぱりカゴメだからね、あの飲料物が中心ですね。これ何 cc だ。でもちょっと小さい、1リッターはないよねこれね。あった、720でした、720。まあ野菜生活シリーズがこの720のね、このペットと、それからあとこの2本ね、この2本、それからこのちょっと美味しいつぶより野菜っていうね、野菜ジュース、あとねスムージーがこれ3種類で、このヨーグルトスムージーってやつと、それからこのこれね、缶入りが2本ね。あとそれからこれか、これ多分豆乳だと思うんだけど、まあ大豆ミックス飲料って書いてあるな。豆乳ともちょっと違うのかな、なんだろうね。そしてこのね、あのトマト製品、なんていうのかな、まあ基本のトマトソースね、トマトソース缶、完成してるやつ、これほとんどこのまま使えちゃうんですよね。それとなんだっけ、このなんていうの、おかず用の調味料ね、合わせ調味料か、そんな感じでございますと。こんな感じです。こんな感じ。あ、忘れてた。これノート忘れてた。ノートがあるの忘れてました。これ株主優待専用かどうかよくわかんないけど、よくわかんないけど。え、そんなことないのかな？販売者、カゴメ株式会社ってなってるぞ。あ、ひょっとしたらどっかで売ってんのかもしれないです。どうしようかな。一旦箱に戻そう。どこに動画、何が動画入ってもよくわかんねえな。この動画を見返せばいいんだけど、わざわざそんなことのためにこれ動画見返すのめんどくさいよね。いやでもこういうの設計する専用の人とかいるんでしょうね。いるんですよね、世の中ね。すごいよね。まあ絶対違うけど、まあいいや。こんな感じで収納はできました。正解はね、この動画のね、冒頭というのは、もうちょっと前の方のところを見てくださいということでね。はい、じゃあ、よいしょ。よし。そんな感じでございましたと。まあ、今日はね、全然、おかずが減ってないと言いますかね。このはんぺんうまいんだ。まあ、でも、もう話のネタが終わってしまいましたのでね。今日の動画はこれぐらいにしたいと思います。皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。